はい、皆様こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます、今回も離島桃島よりお送りしています。今回紹介するのはこちらになります。これが何かと言いますと、バーン、こんな感じですね。以前ショートでもちょっと紹介したんですが、マイクロインバーターというですね、太陽光発電で電力供給するために使う機器になります。これね、パッキングリストなんですけど、まあマニュアル入ってます。ちょっと風が強いのでね、風切り音気になる方は、音声絞ってご覧いただければと思います。こちらがね、接続のケーブルです。それからこれがね、本体になります。こちらのマイクロインバーター使い方は、比較的簡単だと思います。こちらにね、MC4 コネクタジャックがついてます。これは 700W のタイプなんですけど、2系統、左右にね、2系統入れられるようになってます。合わせて 700W まで、一応ね、推奨されてるのは、1系統 430W になってますので、合計ね 860W ぐらいまで、まあ、対応できている製品になります。入力の、ね、電圧は 22V から 60V までということになってます。アウトプットなんですけど、 85V から 265V まで、対応ということで、こちらのね、まあ、付属のケーブル、これでですね、この機器を複数接続していくことが可能になってます。このコネクタがね、左右についているので、まあ、こちらインプット、こちらアウトプットということで、出力できるので、これをね、2系列、3系列と接続していくことも可能になります。今回は試験運用なので、1系統だけでね、テストしていきたいと思います。こちら付属のケーブルついてるんですが、これ両方ね、同じコネクタになってます。これ複数つなぐためにこの形状になってるんですけど、これを切断して、で、家庭内に電力供給するのは、まあ、通常コンセントに差し込めば使えるようになりますので、片側をコンセントにしていきたいと思います。で、通常、普通ね、まあ、電気工事されてる方は もちろんご存知だと思うんですけど、このコンセント差し込むときにですね、普通この向きをあまり気にされないと思いますが、100V の場合ね、ライブニュートラルということで、電源側、設置側ということで分かれてます。これつなぐときにですね、交流なんですが、まあ、プラスマイナスになりますかね、分かりやすく言うと、ライブとニュートラルになるんですが、分かれてます。なので、こちらのコネクタ、これをですね、コンセントに挿すときに向きが違ってると、壊れてしまったりする可能性出てきますので、設置側、非設置側ありますので、この点気をつけて、接続してください。まあ、間違えないようにですね、ここにニュートラルマークですね、こちら側がニュートラルということで、マークをしておくと間違えなくていいと思います。こちら説明書にもね、記載ありますけど、この配線ですね、ブラウンがライブです、ブルーがニュートラル、で、イエローがね、グラウンド、アースになってます。はい、ちょっと撮影しながらはね、難しいんですけど、こちらをね、パネルの、入力を接続していきます。とりあえず今回は仮付けなんで、きちんとボルトしてませんが、こんな感じです。ちょっと圧着をやめてですね、間にブレーカー入れました。念のためなんですけど、20アンのね、ブレーカー入ってます。このような形で、ケーブル接続してみました。とりあえず家庭内に、線をつなぐのにですね、キャッタリア使ってます。で、この時にですね、どちら側がライブかニュートラルか確認をね、怠らないようにしてください。まあ、このような検電器でね、
チェックすることができます。こちら側がライブ側ということになりますね。なので先ほどのライブニュートラル、これ間違いないように入れたいと思います。これで OK です。現在は、このコンセントにね、キャプタイヤーから入力しているんですが、電圧測定してみますと、今 102.67、102.6 からね 102.7V になってます。こちらモニターの画面なんですけど、これで見るとですね、AC 出力、117V ということになってるんですが、機械側からね、出るときは、まあこの電圧なのかもしれないんですけど、ここまで来たときにはですね、まあ電圧、下がるのかなという気がします。一応電圧計でね、テスラでチェックしたところ、今のようにね、103V ぐらいなので、これでね、エアコンを使って、電力ね、使ってみたいと思います。はい、今こちらですね、純動作ということで、消費がね、1.2kW になってます。今ですね、ワットモニターの方では、エアコンのね、消費電力、790W 超えてます。結構ね、やっぱり暖房運転すると、まあ、700からね、800W ぐらい、電力ね、消費してしまうっていうことですね。結構やっぱりこれ、1日ずっとね、エアコンかけてると、かなりの消費量になってしまうっていうことですね。まあそのうちの、今ね 350W ぐらい、まあ半分ぐらいね、マイクロインバーターで供給できているという感じになります。 250W パネルね2枚でこれくらいということなので、まあ 400W パネルをね2枚つけると多分500から600ワットぐらいは電力供給できると思いますので、まあ、日中、冷暖房をね使う場合に、このマイクロインバータが一つあると、まあ、エアコンのね消費電力ぐらいは、給電できるということになりそうです。この状態でですね、一旦エアコンを止めてですね、スマートメーターの方を再度確認してみたいと思います。今エアコン止めました。まあエアコン止めましたけど、発電量等は今のところ変わった様子はないですね。まあ少なくともですね、まあ 300W、400W 程度は家庭内でね消費していると思われますので、この程度ですとね、まあ、逆潮流というのはないと思いますが、先ほどはね電力消費 1.2kW になってましたけど、やはり 1.2kW で、逆動作になってますね。これ逆潮流になってるということになっちゃいますね。やはり家庭内では、今のところ、ほとんど消費してないです。ハイブリッドインバーター側からね、給電してますので、家の中ではほとんど電気使ってないので、このような感じで逆動作になってしまってます。逆潮流はしてますが、発電量はね、ぐーっとね、落ちている感じですね。またこれでエアコンをね投入してみたいと思います。はい、今回はこれで、マイクロインバータのねテスト動画を終了したいと思います。
家庭内の、ね、消費電力、まあ、このマイクロインバーターで供給できる、ね、電力量以下には、まあ、ならない方がほとんどだと思うんですけれど、発電量ね、多く例えば、接続数、ね、回路数を増やして使用する場合などは、逆潮流に、ね、ならないように、気をつけて利用していただければと思います。またね、今後も、こういったね動画アップしていきますので、お楽しみにしてください。ご興味ねある方はチャンネル登録していただいて、この動画がいいと思った方は、いいねボタンもお願いいたします。それでは今日はこの辺りで、終わりにしたいと思います。それではまた。